第6回 AKB48 選抜総選挙で昨年の1位から2位へと順位を下げた HKT48 指原里乃がファンへの感謝を伝えていますさらに彼女は1位となった渡辺真由を祝福しておりツイッターでお祝いの言葉を送っていましたその心遣いにファンからも2位でもおめでとうありがとうと反応があった 6月7日の夜に生放送された AKB48 第6回選抜総選挙生放送 SP フジテレビ系でイベント終了後にメンバーのスピーチを VTR で振り返ったがそんな中で指原里乃は VTR 前に直で出させてくださいと直談判していたそうだ特設スタジオで MC を務めた宮根誠二が指原さんがイベント終了後の舞台裏で涙していたことを追及すると指原は あの時は悔しかったけど、VTR に行かないですぐに出してくださいとお願いしてから元気になりましたと笑顔を見せたそうです。立ち直りの早さに、ミヤネもはやっと感心していたほどだ。笹原は、イベント終了後にシハラリの345ちゃんツイッターでああ、投票してくださった皆さんありがとうございましたと例を述べると、そしてまゆちゃん1位おめでとうと連覇を阻んだ渡辺まゆを祝福している。もっとも、彼女は、 2位となった時のスピーチでも、1位となるメンバーを全力で支えたいと思いますと、まゆゆを気遣っていた。そんな指原里乃のもとに、リスナーはチアン大好き、今年悔しかった分、来年頑張るもんね、昨年の指原票が、森安票や村重票になったってことだと思う。HKT みんなで、万歳しようぜ、前向きかもしれないけ、と今晩だけは泣いてください。来年取り返しに行こうね、新しい帽子と、あのポジションをなどと、 ファンンからのコメントが続いていてる。ところで、ハ原は、こんな夜は、サッシー交換で検索して寝ます。笑いともつぶやいているが、試しに、サッシー交換で検索してみたら、いろいろなコメントが、すると、サッシーの交換度アップした、親しみやすいキャラで交換が持てる、サッシー2位だったけど、交換度的には1位だと思うよ。次も頑張ってほしいという内容や、サッシー交換度 A で、ゆい子と同じ額なんだなと。 どうやら CM のギャラの話題なども出てきた一方で現在放送中の恋愛関連の番組について笹原の好感度を上げて笹原以外のメンバーの好感度を下げる番組といった評価や笹原の場合は約束破って嘘ついてたのがバレたから好感度がなどの声もある笹原里乃にとって元気になる内容ばかりではないしかしそこは新女王となった渡辺真由もさっしーもいろいろあったけど HKT を引っ張って頑張っているのでと一目をくさしはらりのだ好感度アップの情報だけをピックアップして元気をつけていることだろう。